パンタジスタについて語りましょう、はい、コンクルージョン。おはようございます、釣り子 TV です。おはようございます、コモチャンネルのコモリボードです。いや今日もあのコラボレーションよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は何やらあのコモリさんの歴代の、はい、釣り竿についてっていうか、あの後ろにものすごい数の、はい、ちょっとちょっと釣り具屋さんでもこんなに最近バス釣りロットって置いてないぞっていうぐらい、なんかすごい、なかなかこうやって見るとすごいですよね。すごいですね。ちょっとこれ、まあ、全部だとちょっと2日間ぐらいかかっちゃいそうなんで、1本ずつ解説していきましょうか。1本ずつ、まあまあ別に俺別に全然そういうの嫌いじゃないんで、はい、いけるんですけど、はい、今日はスタジオスについて。そうですね。これはね、もう束ねちゃって、今度引き穴に持っていくやつなんで、はい、ちょっとこっち置いときます、ね。はい。スタジオスについて。はい。じゃあ、まあ、今年でファンタジスタ多分12、3年になるんですけど、はい、13、4年かな、ちょっと、覚えてないかな。はい。そんぐらいでも確かに。はい。もう、だいぶ、開発をやってきたんですけどね。まあ、ちょっとその辺の思い出話から、はい、じゃあ今に至るまでの話をちょっと、はい、していきたいと思います。はい。竿ね、持ってこよう。もともとはい、スタジオス、はい、ピュアフィッシングの前、小森さんって何使ってたんですか？あ、いい質問ですね。はい。僕ね、もともと、これ全部あるわ。おお。これ多分ヒストリーグッズですね。はい。僕もともとね、はい、初めて買ったバスロットは、はい、ダイバさんの、はい、まあ名前は忘れちゃったけど、あんまり高くない、はい、3000円ぐらいのベトロットですね。5000円ぐらいだったかな、はい、にシャーノのリールがついてましたね、はい、なぜか。ああ、やっぱでもそのスタイルは OK なんですよ。俺もそのスタイルなので、はい、はい、で、まあ、シリーズで買えないじゃないですか。で、まあ、近所のお兄さんが持ってるような高いやつはとても買えないんで、はいはい、で、まあ、それをやっていって、自分で初めて買った竿は、はい、おそらく、あれはね、どこだったかな？自分で初めて買った竿は、ジャクソンですね。あー。ジャクソンの、はい、シリーズ忘れましたけど、まっすぐのこう、当時、ピストルだったじゃないですか、握りが。それじゃなくて、まっすぐのやつが欲しくて、まっすぐのやつを買ったんですよ。何用かとか考えずに買ったんですよ。まっすぐなのに憧れて。ケイロンとか。ケイロンの一個前だと思うんですよね。その後にケイロンを、はい、で、親父がちょっと僕と一緒にバスで行きたいって言って、一本買った時はケイロンだったんで、はい、僕買ったらケイロンじゃないと思うんですよ。その前の。はい。すごいっす、ね。ちょっとモデル名が思い出せないんですけど、で、その次に買ったのがスミスのバトルアックスってやつで、はい、で、それが硬い竿で、はい、で、なんでそれ買ったかっていうと、はい、まあ関西でノイ系をやっている時は、その、はい、何竿だかわからない、何でも投げる一本で何でもできてたんですけど、はい、関東に越してきて初めて行ったのがインバウンドまで、インバウンド、はい、インバウンドまでそれやってると箸に魚突っ込まれてあげられなかったんですよ。で、当時まあ僕が小学校の時とかは、関西はもうベイトしかみんな持ってなくて、他っぽりはみんなベイト1本、うん、で、朝始発の神戸電鉄に乗ると必ず一車両に1人か2人ぐらいはバッスリの子供が乗っていて、まあ僕も子供ですけど、で、必ずベイト1本だったんですね。だからまあスピニングをバッスリに使うっていう感覚もなかったし、で、こっち来て学んだのが硬いロットが必要っていうことと、関東に、で知り合った、大学の時知り合った友達がバッスルやっていて、スピニングロットの有用性っていうのを教えてくれたんで、スピニングを覚えたっていう感じで。で、その頃よく買ってた竿は、これだな。その頃よく買ってたのは、ここにあるな。これですね。あー。これ。スコーピオン。バンダムスコーピオン。はい。これです。いやー、年季入ってますね。はい。なんでこれを買ったかっていうと、このテネシーグリップが気に入ったんですよ。はい。で、まあこれテネシーグリップっていうと、実際止めれるとこってね、そんなに幅がないんですけど、はいはい、まあでも多少前後して、リールを持った時にブランクスにコテが触れるっていうのが気に入って、で、このコルクのタッチ感と、はい、で、このちょっと硬いさ、これ結構硬いんですけど、はい、これがでも島野さんのそのスコーピオンで一番柔らかい、はい、スピニングで、はい、2601F。多分ゼロっていうのがあったかもしれないんですけど、はい、ま、見た中ではこれが一番柔らかかったんですね。で、これをまあ使ってました。これだけで3、4本持ってたかな。へえ、うん、まあ、そんなに値段もしなかったし、うん、で、まあ、これを使ってましたね、はい、
特に誰かに憧れて買ったわけじゃないんですけど、完全に自分で竿をいろいろやってみて、あ、これいいな、おかっぽりにはちょうどいいなって、短さ硬さ、これで相当ね、北浦霞亀山のバスは釣りましたね。ちなみにスピニングリールは多分あの時はバイオマスターの、2500番、途中で2000万に変えましたけど、でラインが P っていう全部、P 当時ではあの珍しい P 使いでしたね。なんで P 使うと、これがね、あの軽いリグをやった時に P を浮きみたいにして、今でもたまにやるんですけど、もう糸垂れまして水面に浮かべたことは、糸がピッて動いたりする、それで合わせると釣りが楽しくて、全部 P でした、スピニングで。あとプロのラインだとよれるんで、よれが嫌で。まだその頃はツイストバスターとかも開発されてないぐらいです。ないか、できてすぐかもしれないですね。途中でできました。途中でスピニングリールが後ろにカチャカチャって回らなくなったアンチリバースシステムがついて、それからツインバスターだと思うんで、多分途中でスピニングリールが急激に進化していって、でフロロを巻き始めたと思います。そうですね、ツイストバスターない頃って、あの本当トラブルひどくて、高いラインが何頭かでもブリャーってなって、そうですね、嫌になっちゃってなんてのも覚えてるんで、当時フロロライン高かったですからね。で何に P がそんな高くなかったんで、そのしなやかな P を使って、でリーダーを多分 1.755 とかいう、ああなんかありますね、はい、ありますよね、海の磯用で、ありますね 1.75、はい、あれを使ってやってましたね。どこ行くんでもスピニングはそれっていう感じです。ベイトもこのシリーズで揃えてましたね。あ、じゃあその今はもうね、ピュアフィッシングの小森継彦って感じですけど、はい、あのスコーピオンな人だったんですね。そうです、まあベイトはでもあと何本かスミスの竿、はい、シリウスっていうシリーズを、あー最後に自分で買ったのはシリウスかもしれない。紫色入ってるやつですよね。黒に紫がちょっと入ってる、はいはいはい、覚えてます。多分自分で買ったのはあれが最後ですね。その頃はもうトーナメントとかもやりまだプロになる前ですね。前の時なんですね、はい、で1年目パスプロになった1年目、はい、初めてその川口湖の大会に出て、はいはい、でまあその時はそのタックルだった、はい、このタックルだったんですけど、はい、ボートで初めて船団で釣りをして、はい、自分のやってた P の釣りとかも全く通じないと、はい、これはちょっとちゃんと釣り覚えなきゃダメだって思って、まあ矢先にまあちょっとタイミングがあって、当時のピュアフィッシングの前の会社ですね、マミヤオ P さんからお話いただいて、でまあサポートいただくことになって、はい、そこから今に至るまでずっとアブのサボを使ってます。じゃあハンティングシャフトとか使われる？ね、僕が入った時ハンティングシャフトは、カベさんがやられたやつで、そこはまだね、僕らには支給されてなかったんですよ、はい、まだ僕ペーペーだったんで。どのライン使ってた？僕使ってたのはこれホーネットプラス、あーはい、青いさ、はいはいはい、あーこれですね、これ使ってました。でこれとの出会いが、はい、その後の僕の人生を大きく変えていきますね。はいはいはい、はい、これで、ね、ハンティングシャフトホーネットプラスの、はい、601US、 あ、はい、これね、 US っていうのは、はい、アンダーショットスペシャルっていう名前なんですよ。あ、これも変わった竿でね、正直天井とかやるとちょっと折れるから嫌なんですけど、はい、竿の竿を5等分した時の下から3ぐらいのところに、大きな曲がり目があって、はい、そこを中心にこうコンとお辞儀するように曲がるんですよね、はいはいはい、そこを使ってこうシェイクをするとダウンショットがシェイクしやすい。あで、まあ、トーナメントに入ってるようになって、僕はその P を使った深瀬釣りみたいな釣りが全然通用しなくて、はい、川口湖くらい勝てるだろうと思って行ったんだけど、川口湖で全く通用しなくてショックを受けて、で、まあ、唯一初年の上位に入ったのが霞ヶ浦だったんですけど、うん、まあ、ブレイクのフットボール、はい、それも初めてフットボールでバツったんですけどね、はい、その試合中に、はい、これしかないと思ってやってみたら釣れたんですよ、でその釣りだけで、あと全くポイント取れなかったんですよ、はい、でそんで最終戦までに何か一つ技を作りたいな、でその P を使った釣りみたいな自分の技を何か一つ作りたいなと思って、これを使ったこのこういうチェイクのダウンショットを覚えました。でそれがまあ良くてね、その年の最終戦も結構釣れて、でその年のその次の年の、桧原湖で年間優勝して、で、まあ、他でも何度かそのダウンショットで上位に入って、はい、まあ、その頃からダウンショットは僕の武器でしたね、まあ、当時はマス張りで使ってたまま、これ使ってた時はまだねリーチではないな、なんかカットテールが出てすぐの頃だったんで、カットテールの4とか、はいはい、
まだワッキーじゃないんですよ、まっすぐ掛け、ワッキーっていうそのアイディアすらなかったんで、あとはね、なんかハゼの形したワーム、ダイワのブルーヘッドだったかな、ブルーヘッドですね、あれよく釣れましたね、これすごいですね、はい、まあ、そういったワームを使ってましたね、それでこれでなんとか試合で点取れるようになってきて、っていう感じですね、これがだから僕のまあその先、ダウンショットを極めようかって思った一つのきっかけになったアンダーショットスペシャル、ホーネットプラス、HPS の 601US っていうことですね、これちょっといいですか、はい、ありがとうございます、はい、へえ、あ、そうさりましたね、もう、はい、でね、その次も、はい、これね、アブの竿になってすぐの時に思ったんですけど、やっぱね、最初に使ってやっぱシモノの竿って、これほらスコーピオンすごく細いですよね、細いですね、はい、これ、これね、この竿にもゴールドサーメットのちょっとデカめのガイドがついてますけど、この竿自体だけ言うならば、これ今でも全然ブランクス使えますよね、これ当時として見れば最先端だし、今でも全然現役できる、これを選んでたっていうのはやっぱり自分で間違ってないなって今見ても思いますね、やっぱりシモノってなんかちょっと10年先ぐらい行ってるんですかね、やっぱ超大企業だから、いやまあね、これは行ってたなと思ったんですけど、でもこの後で出た、ちょっと濃い色あったじゃないですか、はい、あれはね、あんまりしっくりこなかったんですよ、あのこういうのが、まあ、そうです、はい、あれはね、1本持ってましたけど、あれの一番柔らかいやつ持ってたんですけど、アンサンドみたいなやつが僕あんまり好きじゃなくて、この感じよりもなんていうか竿のトルクとか粘りとか重心に変わっていっちゃったんですかね、この頃はまだなんていうんですかね、そういう巻きじゃなくてピンシャンシャンっていう感じ、いやそれはね、僕は全くそういう、なんていうかそういうこと考えるあれもなかったから、ただ自分の持ってるお金で買える竿を店の中で、当時ほら店行くと竿っていっぱいあったじゃないですか、ありました、その中でこれはいけるかな、これはいけないかなっていう感じで使ってたんで、でそう、これを使ってた後に一応ね、これにの後にその新しいモデルの2600 F かな、っていうやつも買ったんですよ、それもまあまあ良かったんですよ、それはすごい柔らかくて、それはね、実は僕の XULS のモデルになったロットなんですけどね、まあ6フィートの竿がいって、まあこれも6フィートだったんですよね、6フィート6フィート、はい、来てますね、でまあこれで結構僕は試合で勝てるようになってきて、ライトリングをまあできるようになって、でまあ霞ヶ浦で覚えたフットボールとセットになって、でまあいろいろ上位も行き始めて、この後にここに今ないんですけど、使ったのがホーネットじゃなくてハンティングシャフトじゃなくてホーネットだな、ホーネットなんだ、これホーネットプラスでしたよね、この後に出たやつ、黒いやつ、スティンガーとかは最近、いやスティンガーは最近ですね、わすごい、こういうのが出てこなくなるのが45歳、やばいっす記憶力の小森さんが今悔しいんじゃないですか、小森さん出てこないのか、いやホーネット、スーパーホーネット、あーホーネットっていうか出てこなかったです、はい、スーパーから来たやつスーパーホーネット黒いやつですね、あれに変えたんです、あれに 60ULS っていう作実はあるんです、はい、そうなんですか、はい、60のウルトラライト、あ UL かな、はい、UL っていう作があるんですよ、はい、で 60UL があって、それがまたダウンショットにすごい良くて使ってたんですけど、それはまあ後輩が竿が買えないっていうトーナメンターがいたんで、多分ワンセットそのまま全部貸してあげてますね、でそのまま多分帰ってきてないんですね、あ昨日買いパクってやつですね、まあまあ彼がまあ釣りを続けてるんだったらいいかなとは思いますね、はい、なのでまあいいんですけど、それがすごい良かったんですよ、ただあのメーカーの都合上すぐ発売が終わってしまって、その時マミオ P から、今のピュアフィッシングに変わったんで、その関係もあって、モラムっていう竿に変わったんですね、一時。でもそのモラムっていう竿がそういう柔らかい竿がなかったんで、で、僕もう一回これを引っ張り出して、これを使ってたんですよ。これと、まあ、その、スーパーホネット。はい、で、まあ、その時に、ファンタジスタの、確か企画が上がって、はい、で、僕もメンバーに入れてくださるっていうことだったんで、はいはい、まあ、ぜひお願いしますってことで、はい、ただ当時僕はまだ、まあ、トップカテゴリーにはいたけど成績10番ぐらいで、はい、まだ全然優勝経験もなくて、はい、自分の作った竿なんか売れるのかなっていうのもあったんですよね、はいはい、だからとりあえず売るためにはって言ったらいいんだけど、まあいいものを作るためには情報を集めなきゃいけないと思って亀山のガイドをやりながらお客さんに触ってもらったり、亀山のアングラに触ってもらったり、はい、ときたボートのお客さんに見てもらったりして、はい、どう思うどう思うっていう意見をどんどん食べていって、はい、でそれだけじゃまあ自分でも足りないんで、まあ中古屋さんでアルバイトも始めて、もう自分覚えてるんですよ、はい、渋谷の渋谷もいました、タックルベリーにいらっしゃいました、はい、
覚えてるんですよ。もう中古釣り具大好きなんで、はい、タックルベリー渋谷遊び行ったら絶対行くじゃないですか。はい。たまーに小森さんがいるんですよ。いつも万引きのブザー鳴らしてた。かもしれないですね。どうだったかな。でも、小森さんって、はい、やっぱ特徴的な声なんで、はい、小森さんがレジにいると、で、大きな声喋ってるじゃないですか。はい。わかるんですよ。なんだろう、あの店員さんって。あれ絶対小森さん。はい、間違いないです。渋谷も行ってたし、池袋、はい、神田、それから、まあ、川崎、今結構なくなっちゃってるいっぱいありますけど、あ、まあ、そういったところで、まあ、あのタクルベリさんが、まあ、僕のいろんなことを話したら、ぜひ、じゃあ働いてって言われて、まあ、すごい嬉しかったですね。いい待遇で、うん、で僕は中古の竿を全部触れますからね。あ、でもそれで徹底して竿を丸まって研究していって、でまあ実際作り始めたんですけど、はい、まあ僕の中でやっぱり6ビートの竿、はい、これベースだったんですよね、はい、まあもうこのスコーピオン自体から6ビート、はい、これも6ビート、はい、ホーネット、スーパーホーネットも6ビートだから6ビートのダウンショット用は絶対作りたい、はい、と思ってて、最初に一番最初に上がってきた、プロトがこれです。はい、こいつも幅はあったんですけど、はい、実はマイクロガイドを採用したことによって、はい、